本の映像で一つの紛争を止めるインパクトを生み出すソーシャルチェンジフロムエンターテイメント、宮武さん発表お願いします。はい、よろしくお願いします。はい、私たちは今回このようなアジェンダでお話しさせていただきたいと思います。はい、はい、プロジェクト概要といたしまして、私たちはトライコーズクリエイターズというクリエイティブチームをやっておりまして、でその中でもおことと、ダンスミュージックをコラボレーションさせるというパフォーマンスチームをプロデュースしております。で今現在YouTube だと3本でこのぐらいの再生をさせていただいていて、で TikTok が一番バズを生み出していて、10億回以上今世界中の方に見ていただいております。はい、でそれに付随してさまざまな企業のクリエイティブディレクションみたいなところも、はい、させていただいております。で私たちが今回掲げたテーマとしては、本当に1本の動画で1つの紛争を終わらせることができるんじゃないかというふうに、考えて、そしてそれを本当に終わらせに行くという思いでこの動画を作っていくってところを今回プロジェクトのコアとしてやらせていただいてきました。で実際きっかけとなったものとして、私の中で大きかったのが、高等ジポワル紛争であったりとか、またブラックライブスマターといったような、こういった大きな社会課題が本当に14歳の少女であったりとか、本当一本の動画、偶然に生まれた一本の動画からこう解決されているっていうところを見たときに、もしこれをクリエイターが、これらは今まで偶発的な動画だったんですけれども、もし意図して制作することができたら、より大きなインパクトを生み出すことができるんじゃないかという仮説で、はい、これまで活動してきました。はい。で、そんな中でですね、今回私たちが具体的に行っていくプロジェクトとして考えていたのが、北朝鮮と日本と韓国のアーティスト、これそれぞれおことを音源とした楽器がそれぞれの国に存在するんですけれども、この3社のアーティストをコラボさせて、それぞれの国で撮影をして、でいつか私たちが共に演奏する日が来るまでこの映像は完成しないというテーマで、もし映像を作ることができたら、国際情勢に対して、今北朝鮮とか韓国であったりとか日本であったりとかの緊張状態に対して、一石を投じることができるんじゃないかなというふうに考えております。で、はい、というわけで実際に3ヶ月間取り組んできたことになるんですけれども、大きく、すみません、ちょっと地味なんですけど、制作費の確保と関係各所との交渉というところを、はい、進めてまいりました。でですね、制作費の確保に関しては、本当にどのようなメリットを投資家に対して提供できるのかというところを考え抜いてきた結果、すみません、ちょっと先ほどメンタートークでもお話しいただいた NFT の部分で、今探偵社さんという空間デザインの大手の会社さんと作品の NFT 化をすることによって、簡単に言うと作品の株式化みたいなことを考えていて、投資家の方に対して作品の権利の一部を譲渡することによって資金を提供いただいて、それを公開させていきますと。で公開することによって、YouTube 上だったりとか TikTok 上の SNS のバズを通して、なんですかね、これより価値の高いものに変えていくことによって、その唯一のデータがこうより高い金額で売れていくというところで、収益の一部を投資家の方に還元していくみたいなモデルで今現在協議をしております。はい、で関係各所との交渉なんですけど、中間報告時、政府側、民間側の2つに分けて、今北朝鮮との交渉をしていますっていうところの話をさせていただいたんですけれども、1ヶ月間でそこが大きく進みまして、まず政府側に関しては今国会議員との交渉に成功して、現在北朝鮮政府とちょっとつなげていただきながら渡航に向けた調整っていうのを実施しております。で民間側なんですけれども、鹿児島県在住の北朝鮮の英雄称号を持つ人物の接触、めちゃくちゃ危なく見えると思うんですけど、上記人物からですね、現在在住の火薬もさっき言ったおことの演奏者の紹介を今受けて紹介をいただいておりまして、コラボレーションに向け調整しておりますというところで、すみません、ちょっとアイディアの部分は本当最初だけというところで大変に申し訳ないんですけども、こういった形で進めてまいりました。今後も必ず実現できるように挑戦してまいりますので、引き続きよろしくお願いいたします。以上となります。